補色会議、または、補色学術集会、補色学会、ハゲタカ学会は、まともな学会のように設定されているが、発表に対して、適切な作読や編集がなく、有名な学者が参加すると宣伝していながら、実際は参加しないなど、補色的な学術集会である。補色会議は、補色出版ビジネスモデルが拡張した、もので、補色学術師、 捕食出版社とセットであることが多い。ジェフリー・ビールが捕食出版と似せて捕食会議という用語を造語した。ビジネスモデルは履歴書の研究業績に国際会議での発表と学術論文の発表を多くリストしたい研究者の欲求を利用した利益追求型企業が開催する国際会議である。国際会議の開催に伴い講演用紙や 関連論文が捕食学術誌に掲載される。捕食出版の場合と同様、発展途上国のキャリアの浅い研究者が捕食会議の餌食になりやすい。捕食会議は非常に質の低い研究発表も受け付ける。専門が異なる学者が組織委員会にいる。捕食会議を行っている学術者としてワセット社やオミックスインターナショナル社がある。捕食学術者は 既存の評判の良い会議と、ほとんど、または、全く同じ名前の会議を開催し、学術会を混乱させている。例えば、2013年、オミックス・インターナショナル社は、米国昆虫学会が、毎年開催している、年次大会、エントモロジー2013にハイフンを入れた、エントモロジー -2013 という会議を開催した。他の捕食学術者も、 このやり方を使っている。例えば、オーストラリアのクイーンズランド工科大学の EN、センターフォーアクシデント、リサーチロードセーフティーが5年に一度、交通と交通心理学に関する国際会議を開催している。次回の第7回は2020年にスウェーデンで開催する。ところが、全く同じ名称の交通と交通心理学に関する国際会議を 捕食学術業者のワセット社は2015年に大阪で2016年にシカゴで開催し2019年にドイツで開催する。捕食会議の数は急速に増えており、オミックスインターナショナル社は単独で2016年に年間約3000回の会議を開催した。ジェフリー・ビールはオミックスインターナショナル社の国際会議の登録料のポリシーを批判している。 オミックスインターナショナル社の都合で国際会議をキャンセルや延期を行ったとしても登録料の払い戻しを認めない。代わりにオミックスインターナショナル社が主催する別の会議への参加に振り替えられる。また、参加登録した後、同じ名前、または類似の名前の別の会議と間違えたことに気がついた場合も払い戻しをしてくれない。ビールはすべての国のすべての研究者は 可能な限り最大限、オミックスインターナショナル社と何の関係も持たないことを推奨しますと述べている。補色会議の特徴は、補色出版の特徴と同じである。投稿すれば、すぐ受理する。ほとんど、または全く査読がなく、ナンセンス、またはデタラメな内容でも受理する。高額な参加費なのだが、その額は受理後に通知される。 合意なしに会議組織委員会に学者を登録し、かつ彼らが辞任することを認めない。定評のある会議によく似た会議名とウェブサイトを作り、同じ都市で似た名前の会議を開催する。そして会議とは関係ない、美しいイメージの写真や動画で参加者を募る。米国の連邦検事、ダニエル・ボーグで2016年8月25日、米国の連邦取引委員会と、 連邦検事、ダニエル・ボーグデンは、オミックス・インターナショナル社の CEO であるスリヌ・バブ・ゲデラを、詐欺的なビジネスである、捕食学術業をしていたことで、ネバダ州地方裁判所に提訴した。訴状は、オミックス・インターナショナル社が、出版物の仕方についての研究者を騙した。また、論文掲載量が数百から数千ドルなのを隠して、いたと主張していた。 2017年11月、ネバダ州地方裁判所は、オミックスインターナショナル社に仮差し止め命令を下した。ありがとうございます。